こんにちは、ホースです。1月の27日と28日に行われました B リーグ第19節琉球ゴールデンキングス対京都ハンナリーズ戦、結果としましてはゲーム1では京都、そしてゲーム2では琉球がオーバータイムにもつれ込んで見事勝利を勝ち取ることができました。京都ハンナリーズとしましては昨シーズンとその前のシーズンで琉球に1勝もできずでしたので、もう今シーズンこそは琉球に勝利しようとする、勢いがこのゲーム1で見えて、ゲーム2もあわやこれ京都に敗れるかと思いきや、今回あの選手が、琉球の、逆転勝利のきっかけを作ってくれました。今回ゲームごとに感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回ホームで行われました琉球対京都なんですけども、京都ゲーム1ではやはりこの選手岡田選手が厄介な存在でございました。岡田選手がゲームの始まりから、ゲームコントロール主導権を握っておりまして、琉球としてはその岡田選手を中心としたオフェンスにやられる様子が、ちょっと見えたかなと思います。このゲーム1で言いましたら琉球と京都差が出てしまった場面は3ポイント打った数はほぼほぼ似たような感じなんですけども、決定率で言ったら京都の方が上回ってた形になります。岡田選手も3もそうなんですけども、珍しいのはシック・ディアロ選手の3ポイント。普段3を打たない選手が3を入れるくらい流れが良かったというのが、琉球としてはしんどかった場面かなと思いました。琉球としてはこの1月がもう過酷なこの戦いでありまして、琉球と他のチームの違いで言ったらやはり試合の数と移動距離、琉球はそれだけでハンディキャップを背負っていますので、琉球がパスの精度が低かったりターンオーバーとかしてた要因は、琉球が疲労によってパフォーマンスが下がっていた場面、並びに京都がやはり優勢に立っていましたら、琉球としてはもうメンタル面で言いましたら疲労度というのはどうしてもいつもより多く感じてしまうというところが琉球としては苦しいところ。そして京都も琉球に勝つために対策も練っていまして、外国籍選手がインサイドを主戦場とする選手が2人いまして、チャールズ・ジャクソン選手、シェック・ディアロ選手、この2選手がもうクーリー選手に簡単にリバウンドをさせない、かつクーリー選手と真っ向からぶつかれる選手でございまして、そしてパワーで同等であればこの身長でのアドバンテージ、実際ダーラム選手がシュートいった時に、シェック・ディアロ選手のブロックだったり、まだ上からこれダンクをする様子というのも、シェック・ディアロ選手のポテンシャルが発揮された試合でございまして、琉球としてはこのディフェンスを崩されてしまったところからやはり京都の背中を追いかける場面というのがこのゲーム1でございました。そしてゲーム2、ゲーム2でまずこの琉球を勝利に導いた第一人者松脇選手、ゲーム1では岡田選手、ゲーム2では松脇選手がキャリアハイを記録する3を放ちまして、琉球としてはこの松脇選手のオフェンスディフェンスがなければこのゲーム2も落としていた可能性っていうのは高くなっています。で、松脇選手がやはりシューターとして当たっているところがございましたので、もう終盤ではもう松脇選手が持ったら積極的にシュートを打ってまして、外れていてもあの行動は正解の、パターンだと思います。松脇選手が当たっている以上もう打ってなんぼのシュートでございますので、もう松脇選手がとことん打ちまして、琉球として士気が盛り上がったところは第4クォーターの場面でございます。琉球第4クォーターで3を絶対入れないといけない場面で、今この試合で一番乗ってる松脇選手が少し崩れた姿勢であってもこれ決めるという松脇選手のここぞの3ポイントが、これ流れ一気に戻すプレーにもなりましたし、そして京都ハンナリーズのオフェンスをノーファールで過ごしたという場面が琉球ゴールデンキングス、このゲーム2では違うところになりました。そして琉球ゴールデンキングスオーバータイムに突入しまして、このオーバータイムを見事琉球は制してゲーム2は勝利になりました。これで B リーグの試合に関して言いましたら延長戦無敗は継続中でございます。琉球がこの延長戦の時に最後これエネルギーが湧いた瞬間っていうのが相手のフリースローを外した瞬間でございました。相手がフリースローを外すきっかけというのがファンブースターの声援プレッシャーでございまして、相手京都がフリースローを外すことによりファンブースターの
まあ、四季というのは盛り上がって、その四季が伝播して琉球の選手たちに再びエネルギーを与える結果になりまして、まあ、ここで言ったらメンタル精神論という形になるんですけども、結果としては選手のみならずファンブースターが一丸となってこのゲーム2京都とハンナリーズを倒したという結果になったと思います。しかし琉球としてはこのゲーム1ゲーム2通して最も厄介だった存在がマッシュライト選手、マッシュライト選手に対しては今村選手松脇選手がマッチアップする場面が多かったんですけども、その2選手を上回るオフェンス琉球を苦しめた最もの要因だと思います。マッシュライト選手が試合ほとんどの時間出ておりまして、ゲーム1ではこれ岡田選手と同じく3ポイントを量産しまして、ゲーム2では最初は得点を抑えておりまして、マシューライト選手がフラストレーションたまるかと思いきや、第4クォーターで京都ハンナリーズの追い上げの時にこのマシューライト選手が第一線を引っ張っていた。マシューライト選手がこのトリプルダブルに近い活躍のプレーを行いまして、最も試合長く出た選手であるにもかかわらずスタミナが切れないプレーというのをこのマシューライト選手が披露したので、ゲーム2の第4クォーターで一気に追い上げられて、これ琉球の士気が下がってしまって逆転を許すという場面、これはもうマッシュライト選手のプレーのパフォーマンスがさすがとしか言いようがありません。しかしこのマッシュライト選手の勢いに負けずに、まあ、作ったのが先ほど申し上げました松脇選手の3ポイント。松脇選手自身も1試合で多くの3ポイントを入れ、またキャリアハイの得点を達成しましたので、このゲーム2のヒーロー主役は間違いなく松脇選手でございました。そしてその松脇選手の得点に、まあ、ついていったのが今村選手のジャンプショット、まあ、今村選手が3ポイントの外からでも、まあ、ペイントエリア内でも冷静に相手のディフェンスを見極めて、まあ、シュートレイアップに積極的に参加しまして、まあ、結果今村選手もこれ得点を伸ばす形になりましたので、この松脇選手今村選手という新たなコンビがこのゲーム2京都で見事勝利をかっさらった場面、そしてゲーム1ゲーム2のもう一つ差で言いましたらファールトラブルの場面だったと思います。まあ、ゲーム1では京都がなかなかファールしてくれなかったので最後まで残っていたんですけども、ゲーム2ではチャールズ・ジャクソン選手が5ファールで退場し、そして外国籍選手も3ファール以上する結果になりましたので、ゲーム2では外国籍選手の動きっていうのは終盤やりづらかった場面が多かったと思います。ファールドローンが重なって消極的になってたところにダーラム選手のカットインだったりクーリー選手のセカンドチャンスポイント、これらが琉球ゴールデンキングスの流れをつかむきっかけの一つにもなっていますので、ゲーム1ではこれ京都が我慢強いディフェンスを行いまして、ゲーム2ではその琉球の持ち前のポテンシャルフィジカルを発揮してファールドローンファールトラブルを誘発させたというのはこのゲーム2の収穫のポイントでございます。1月の31日から2月の7日まで過酷なアウェーの連戦が待っております。西地区中地区そして東地区の強豪チームと戦わないといけない過酷なアウェー連戦で、琉球ゴールデンキングスが怪我もあって満身創痍の最中、これ勝ち切る力というのは琉球備わっていますので、このアウェーの過酷な強豪との戦いどうなっていくか見届けていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。